皆さんこんにちは、春でございます。今日はですね、ちょっと変わったところからの撮影になっております。今日はですね、こちらの普段は、ビジネスホテルを利用している私なんですけれども、今日はちょっぴり豪華に普通のビジホじゃないホテルに泊まります。はい、今日はですね、会社、関係で初期払いということで、これからですね、まだ5時40分なんですけど、7時半から、初期払いの方に、眠らない街に、繰り出そうと思います。はい、そうですね、7時頃にお迎えに来ていただけるということなので、それまではこちらの方のホテルで、まったり、ゆっくりとしてみたいと思いますが、なんかすごく今日は満室みたいで、もう多分これアップする時はもう私も泊まってないので言いますけれども、はい、すごく豪華なところで、今年の冬には松田聖子ちゃんの聖子様の、ディナーショーも行われるホテルなんですよ。はい、で、これからですね、夜になりましたら、ちょっと町の方に、眠らない町宇都宮に繰り出してみたいと思います。ちょっとそれまでは、まったりと。なんかこういうのおしゃれじゃない？ちょっとこういうのもあって。はい、なんか一人でウキウキしてんだよね。なんかね、なかなかこういうホテルって泊まらないじゃない。はい、はい、ということで、春の今日は初期払い、また初期払いの様子はまた、後ほど撮りたいと思いますので、おばちゃんパワーで頑張るぜ。はい、こんな格好です。今日は私らしいシンプルな格好ですよね。わかりますか？あ、わかんないか。こんな格好です。ジーンズに、キャミにこの羽織ってるやつですね。はい、そんな感じです。それでは後ほど宴会場で。バイバイ。